幸せになることが目的化していますが、幸せがどのような状態かが曖昧です。幸せを定義してくださいってことなんですが、あ、ごめんなさい。幸せになることが目的化しているってことなんですけれども、人間はですね、幸せになろうとすればなろうとするほど、実はですね、不幸になってっちゃうんですよ。幸せはですね、結果として幸せになるのはいいんだけど、幸せを求めてはいけないんですね。なぜかというと、そうすると、自分は幸せなのかな、どうなのかなってことを常にですね、確認しながら生きていくんですね。こうすると、幸せになる場所が必ず見つかるんです。だって、すべてが思い通りに行くわけじゃないし、例えば、あ、そういえばゴミ捨てるのめんどくさいなとか、例えばね、このワイン飲みましたけれども、ワイン飲んでワインは美味しかったんですよ。でもこれ置いといても誰も片付けてくれないから、僕は洗わなくちゃいけないんですけど、洗うのめんどくさいなとかなるわけですよ。つまり人間って不幸を探したらいくらでもですね、不幸な点は見つかるんですよ。だから、幸せを探そうとすると、あるいは自分が幸せかどうかチェックしようとすると、必ず不幸な点が見つかってきて不幸になっちゃうんですよ。だから、幸せはですね、探すもんじゃないんですよね。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。